皆さんこんにちは。コーヒー愛しすぎた男岩崎泰造です。沼津高校コーヒープロジェクトということで来ておりますが、どうしたんですか？諸事情により当面の間コーヒー紅茶等を一般生徒に提供できません。何があったんでしょうか？コーヒー禁止ということになってますけど、コーヒーやりすぎた高校ってことですかね。今日は学園祭のような、まあ、文化祭と違うらしいんですけど、もう催しイベントが校内で開催されていて、朝9時から軽音のステージでドラム叩いてきましたけども、そうですね、このステージの後に高校コーヒープロジェクトの結構これストイックなコーヒー道場が開催されてるっていう風に教頭先生から聞いておりまして、来てみました。ステラライブラリー最上階、階段で5階でございます。図書室にカフェがある、そんなここですけど、どうですかね。真剣な眼差しで入れてますね。今ちょうど入れてますね。入れてますね。ちょっと一杯コーヒーでも飲めるといいですね。アイスコーヒーが飲みたいです。こんないい景色だしね。暑すぎじゃないですか今日。最高だよ。富士山の山頂は雲に覆われておりますが、ちょっとこのカメラ頑張って。来ました来ました、はい。富士山山頂は雲の中ですが、いやいい風が窓から吹き込んでくる。気持ちいい。なかなか暑いですね今日もね。じゃあコーヒー道場見学に行ってみたいと思います。どうですか先生、その後コーヒープロジェクトは、まあ、ぼちぼちやってますけど、うんうん、結構地域のお祭りとかに呼ばれたりしてるんで、もうカフェ出店してるってことですよね。してますね。もう去年すごい盛り上がりじゃないですか。今年に入ってからもう3回か4回ぐらいやって、うん、そんなに出てんの人気店だよ。もう何人ぐらいそのコーヒーに取り憑かれたメンバーが出てるんですか？いや結構入れ替わり立ち替わりなんです、ね、はいはいはい、はい、今何やってんですか皆さん。アイスコーヒー作るの？もしかして俺もなんか便乗して飲めちゃったりする？コーヒー1年生じゃないですかとりあえず。あ、本当だ。 今最初にちょっと説明を、本当に今日初めてのこっちもいるので、はい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 、コーヒー豆の特徴の話をして、はい、カスヤさん見てますか？コーヒー1年生活用されております。まあ学校内の資料だからいいでしょそれ。元高校コーヒー部のエースね、以前の動画でもう見たって方もいらっしゃると思いますけど、その後どうしてですか？美大に入って。美大に入ってんの？アーティストをたくさん輩出している学校ですねこちら。コーヒーの指導教官アシスタントで今日は帰ってきてくれている。心強いですね先生。はい、もうですね、楽しいよ。実際アルバイトもしてるもんね。あ、そうだ、泰造先生も焙煎してきたもの持ってきた。あ、そうなんですよ。ブラジルなんですよ。飲みたい。卒業生ついに自分で焙煎するまでになったという。どんなコーヒー入れるんですか今から？何入れるんですか？なんだろう。じゃあコーヒーを愛しすぎた男が香りで当てますから。はい。さあ。ガラスのグラスがあります。香りで当たるのか。では召し上がれ。うーん。普通に言ったらブラジルなんだけど。ん？なんだろう。これ深めに行ったペルー？深いペルー。深いペル、どうでしょう。ここまで深くなってくると難しいけど、ブラジルだと、おー、正解じゃねえか。すげえ。最高です。当たっちゃった。じゃあちょっと一杯、俺にもお願いします。はい、ありがとうございます。いや、もちろん飲みたいですよ。もちろん飲みたいですよ。そう、まだノーコーヒーなんですよ。今これマスター、
いや、死にそうですよ。コマンタンテはここの備品ですか。そうです。あの去年 CAJ にあサインしてたやつ。コマンタンテあるじゃんとかって言ったら、そこでオーナーかな。お買おうか。買っちゃうやつ。確かに何本かありましたよね。はい、うん。折り紙。なんだっけこれ。折り紙だよ。折り紙でウェーブドリッパー。まだ昨日の昨日ちょっと夜食べ過ぎちゃったから本当に頭回んないかも。あるか。お結構もりもりで何入れるんですか。自分で焙煎したブラジル。甘いね。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってて、他の人たちが今夜間があるんだけど。それなりに深く入ってますね。完璧なサークルが出現しました。さあどうか。いやー本当楽しみだな。折り紙ドリップミスりましたね。ミスったね。ミスりました、ね。まあ、ここから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 リカバリー。ちょっと一回抜くってもあるよ。そうですね。うん、ここで。一回このドリッパーどうですか。初めて使ってる？で、うん。はいはいはい。これ狭いからガスの発生がすごいするの上の方に。おお。1まで行った。それ以上は入れない。これはね、粉面の上昇が全ドリッパーの中で一番ダイナミック。ティープ27でもここまで来ないです。タラチネはサイドが閉じてるからこそ。入れて。えらい楽しんでるね。こういうのはね。やっぱり経験して覚えていくことだからね。さあそして昨日焙煎したばっかでまだ二酸化炭素ガスがこの粉の中の地に隙間に詰まってる。さあどんなコーヒーが出来上がるんですか。どんな味かちょっと先に言っといてもらいます。うん、どんなイメージで焙煎したか。まあ、焙煎した時に、うん、風が始まるタイミングで、はいはい、豆出したんで、はいはいはい、まあ、割と飲みやすい2ハぐらい、ね、2ハゼの入りですね。それにしてはでも豆結構ね油が出てきてるっていうことは、うんうん、そうですね。エイジングも十分。え、結構ねっとりしたブラジルになりつけそうな気がしてきておりますよ。え、楽しみ。こう丁寧に入れるっていう、こう所作がね、身についてるから、もともとコーヒーじゃないところでも、まあ、お茶を入れるとか、やってたんじゃないかなって感じしますね。さて、自分テイスティングが OK 出た。うん、イメージした通りかなと。フレマが。来ました。それでは皆さん、召し上がれ。氷はこのサーバーに残しておきたい。これ以上薄くしたくないって人は蓋をして。ブラジル？これ一応ブラジルです。すごいね。え？今ね、鼻近づけたところカシスポーンってきたの。ブラジルでカシス。これコーヒー好きの方は絶対ない現象ってわかると思うんです。すごいね。え、どうやってこういう味が出たのか。ブレンドしてない。コスタリカブレンドしてない。してないです。してないはず。すっげーうまい、すげーうまい。ビターチョコレートとブルーベリークランベリーのタルトみたいな感じですね。すごいうまい。なんかそのベースのビスケットっぽい香ばしさも結構あるしね。え、すげーうまいコーヒーっす。え、すげーうまい。すげーうまい。普通に最高です。さあやってまいりました。事務室へ。成蹊高校の事務室では焙煎が行われているということで、今もう生徒の皆さんが記録も取ってますね。そしてもう自主的に差しも抜いて状況をチェックしてるんだ。さあちょっと
近づいてみましょうか。どうですか、どうですか。いい感じに。どうでしょう。おー、パキって変な音がしますよ。豆が初めての一ハゼ。そう、それです。さあ、パキ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 、いい感じじゃないですか。いえ、最高です。ここからですよ。さあ、今日はどんなコーヒー焼いてるんですか。エチオピア。エチオピアといえば、この間のイルガチェフェ、はい、来ました。エチオピアのイルガの G1 ナチュラル、新人高校生にいきなりイルガチェフェ来ました。ゲレブ、はい、ゲレブです。すげえコーヒー焼いてますね、いきなり。おー、いいね。まもなく1ハゼ。これ一頭音がしたら、その時の時間を書いて、はい、ここのイベントのところに、俺こうやって丸一って書く。俺はこう書いてるけど、お前はどうするって話ね。はい、最高ですね、盛り上がってる。いえ、パキ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 っていう、なんかね、ポップコーンみたいな音がしますから。その1ハゼを発見できるのか、耳を澄ませましょう。今火力はどのぐらいなんですか。温度が204度。温度が204度まで上がってる。どのぐらいそのバーナーはつけてるの。そこから教官びっくりしました今。教官いないなと思ったら、そうそう、その音、パチパチパチ、パチパチ、パチパチ。一ハゼ発見。よく気づいたね、今俺が喋ってる最中だったのに。聞いてたね。一ハゼ入りました。めちゃめちゃ楽しみ。どのぐらいで、仕上げますか。これちょっと教官とも相談ですよね。一ハゼを最後まで聞くのかどうか。とっても、とっても、とっても、だんだん1ハゼの音大きくなってきたでしょ。この音がピークになって、だんだんまた小さくなって消えるから、1ハゼ消えたところで上げにしよう、はい、さあディベロップ何分取るのか。いえ、ここでコーヒーの味を今作ってます。これでどのぐらいになるのかっていうのは味を見てみないと語れないところではありますが、とりあえず今日はハゼの音に耳を澄ませようということで、一ハゼ聞こえなくなったら、聞こえなくなったらあげる。小さくなったでしょ。まだちょっといる。だんだん小さくなってきた。冷えそうだ。これね、これちょっと。こうなる、こう。行くか。行きますか。3、2、1、来た。いいえ、おお、うー、で、ハゼの今最後の一発ここでハゼたんで、完璧な判断じゃないですか。最高、いいえ、素晴らしいですね。このハゼの音に耳を澄ます。どうですか。イエーイ。いや、ニハゼは見えてないんで、まだもう完全ハイロスト。ハイロスト。うん、はい。いい具合なんじゃないですか。素晴らしいです。いや、皆さん、じゃあこれは何日かしてからまたドリップして飲むってところにつながっていくんですね。いや、教官、はい、どん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 発展してって、この高校コーヒープロジェクト。盛り上がってますね。最高です。さあ皆さん、高校コーヒープロジェクト盛り上がっております。理事長小野先生、いえ、最高です。過去が今日はお疲れ様でした。じゃあ皆さん一緒に行ってみましょう。それでは皆さん、またお会いしましょう。ハッピーなコーヒーライフを。ハッピーの。